ただいま山レコの往年登山がカルダマ温泉付近で開始です。久しぶりの、メンバーで私も嬉しいですね。さあどんな一日、いやしかも今日は泊まりなんで、出張前の往年登山になりましたが、ごきげんよう、さようならは最後か。登山口こちらです。ワンツースリー、みんなバイバイ。よく新聞とかテレビでSNS の登山がなんだとかかんだとか言ってますけど、楽しいと思いますよ。まあ、九州の山はですね、そんな死ぬようなところはないかもしれないけれど、それはね、アルプスにネットで集まった人が初見で行くのは危険かもしれませんが、まあとはいえ私は山レコの皆さんとはもうだいぶ付き合いも長いし、みんな分かってるんで、なんだろうな、そのスキルっていうのは全然バラバラじゃなくてですね、皆さん同じようなスキルで仲良くやってるんで、 SNS で初見の登山は気をつけようと、そういう内容に変えてほしいですね。テレビネットの評価ですね。ほらいいじゃないですか。つづら折りのですね、つづら折りっちゅうんだっけ、右に左に左に右にジグザグジグザグ、登山道がこのように整備されてます。結構急登なんですけど、先頭がですねゆっくり行っていただいているんで、全然きつくないです。ゆっくりです。楽しいです。昨日がですねスターウォーズのエピソード7の初日だったんです。私はいつも日本語吹き替えの方を見に行くんですけど、地元ではですね全然満員にもならず、220の座席で多分30名ぐらいいたかな、レイトショーだったんですけど、そんな感じです。まあ、関東の盛り上がりっていうものはすごいんでしょうけど、ボアフェットの T シャツを着て、見てきました。まあ中身の感想はやめときますけど、よかったです。あと今エピソード7だから8、9が公開されるんですね、生きてる間に。よそ見して歩いてたらですね、タララーン、タタ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 、あれ CBS ソニーのオープニングでした。 CBS ソニーなんてお前何十年前だ、もう30年以上前だ。ケロケロー、あそです、あ、そうかって言うダジャレはなしにして、キュー言っちゃった。あ、電池が閉まった。今ここでですね、鳥がものすごい勢いでここからビューンと2羽、おそらく1羽を追っかけた猛禽類なんですね、餌のために。で1羽は木に逃げ込んで、1羽はその追っかけてた猛禽、なんでしょうね、鷹なのかわかんないですけど、そいつは急上昇ターンしてビューって逃げていきました。先頭に行ってた鳥は緑っぽく見えたんですけど、ちょっとどんな鳥だったかは分かりませんけど、ものすごいスピードだったです。2羽超接近してて、あれ何だったんだろうな、あれ、まあ、餌を追っかけてたんでしょうけど、サイズ的にはそんなに変わらないように見えてたんで、喧嘩じゃないだろうし、じゃれてるわけでもないだろうし、ちょっと分かりませんでした。中継でした。分岐に出ました。そこから右に入っていって稜線を行きます。尾根筋を向かいます。やっぱり九州の山はですね、ちょっとこう整備されてるというか、いや九州というか熊本の山は草が低くて見晴らしも効くから、ちょっと気分的にもすっきりして登れます。今から多分ほとんど木がない草原地帯を歩くんじゃないかなと予想してますが、どうでしょう。どうだ、まだ見えない、まだ見えなかった。あっと下がちょっと雪が残ってるんですね、ツルツルし始めました。ただし時刻は11時半近くなんで、日が当たってるところですね、ちょっと霜柱が溶けてぐちゃっとなり始める頃です。
帰りはもっとぐちゃぐちゃなんでしょう。こんな感じです。お、あそこに白いところが見えました。もっとフレフレ冷え込め。ただし、月曜あさってからですね、南国台湾に出張1ヶ月。雪がしまった、天気が良くてですね、 PM なんとかが ないのかあるのか分かんないけど、あそこが俵山です。その奥に金峰山系が見えて、そのさらに奥に、ちょっと雲海状に見えているのが普賢岳。またこんな景色になりました。最近こんな辺りが多いです。もう結構なアドベンチャーコースです。もう右はですね、ぐいっと切れ落ちて、左は、右もこんな感じで切れ落ちております。その稜線をかようにしてですね、果敢に皆さん行ってます。結構稜線の途中から傾斜が急で足場も見えなくなってきてですね、こんな感じなところをかき分けながら、左右の草木を握りながら登り始めました。山頂まであと200メートルぐらいです。千里千里草千里、だそうです。だそうですじゃねえだろう。実は草千里に行ってないことがバレました。まあちっちゃい頃は行ったと思うんですけど、中学校の中の旅行かなんかで行ったことはあるけど、もう記憶にはないですね。いや、あそのスキー場も行ってないですか？行ったことないですね。残念な結果になりました。阿蘇なんですけど、やっとですね、こうやって霧氷がつく季節になってきました。実際には11月下旬にもこうなったんですけど、しばらく暖かくて季節外れの大雨が降ったりしてました。やっと冬らしくなってきました。なんかあっという間に あれよという間に山頂、痛かった、ごめんなさい。山頂に着きました。なぬーん、これがですね、ずちゃずちゃの朝霜柱でぐちゃぐちゃの阿蘇山頂烏帽子岳でございます。烏帽子岳、迂回しないと触れない三角点、烏帽子岳と草千里、さっきのところですね。三角点、烏帽子って意外と遠かったんですね。見てください、高岳、中岳、向こうです。噴火口、あそこです。いや楽しかった。平井のお弁当のですね、小さな海苔弁おにぎりを、205円1割引きで買って、山頂で食べました。見てください、このロケーションすごいでしょ。阿蘇、日本の熊本県阿蘇です。高岳、中岳、烏帽子岳、みんな来てね。写真がやっぱ一枚も撮れなかったね。結構急な傾斜ですね。降りていきます。危なかったら雨。転んだ。まずいい？うん。一気でしょ。うん。やいのやいの言って降りています。急でしょ、マジで。この尾根をですね、ああやって降りていって、池の手前の横を左側に降りていきます。はあ、小腹が埋まっちゃったね、どうしよう。下まで降りてきました。あそこに草千里の池、まあ観光の人はそこそこですね。もうこの辺まで降りてきました。中岳、高岳の手前の噴火口なんですけど、周りはですね、火山灰の色がやっぱり目立ってましたね。で、そこから先はもう普通の草原というか、枯れた草の色になってたんですけど、まあ降った火山灰はしばらく色が続くんじゃないかと思います。まあ、今噴火は小康状態を保ってるんで良かったですけどね。はい、あら、いなくなっちゃった。今このそろそろ烏帽子岳からやってきました。行くのは地獄タルタム方面、真下なんで、あちらですね、あのルートで降りていきます。あと1時間2時間かなっていう感じです。木島ですか？
今標高1100を切ったぐらいのところを下山中です。植生が変わりましてこんな感じでですね、林になりました。まああと1時間ぐらいで終わりだと思うんですけど、上りは最初さっき今日行ったルート、下りはやっぱりこの今日行ってるこのルートがいいんじゃないかと思います。いいルートですね。下りは意外と広々と歩けてます。ドキドキしてます。うううなんちゃっ、いやこうやってね、クラスに一人はいるやつ、それはちゃんとアップしてあげますよ。はい、あとあそういうことね、アップするってね、俺の転倒シーンを。途中で道が崩壊しているところを渡ってます。どっちかわからないんでとりあえずこっちだ的に行ってますけど、この逆光が綺麗で撮ってるんですが、あーだーこうだあーだーこうだ、むむむ、やっぱりこっちかな。一つ山を越えるのかもしれません。この谷歩きいいですね。もうそろそろで最初の分岐点のところにあと150メートルぐらいで合流するんですけど、谷歩きしてます。こんなコースが中に一つ入ってるとこうみんなの盛り上がり方がですね違うかなと思います。うらうらうらーと雪が降ってます。あら、あっという間に閃光はいなくなった。またチャンさんが上だからもうじゃんじゃん行ってしまう。あっという間にいなくなりました。ピピーふえふえピピーって吹かん。お腹が空いたんで、乾杯。とりあえず今年も1年、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。これが本格的暖炉です。上に煙突がつながってます。シューピン、開けてみるとですねかような感じで火が燃えています。まだ木にはですね火がついておらず段ボールが燃えているような感じです。空気穴を開けときます。じゃんじゃん空気が入って上に行っていくね。これは多分灰を引き出すノズルだと思います。すいません余裕ぶっこいてます。これじゃあそれ何もできるんです。豚もやし唐辛子はなんという今の中でも豚もやし、これはブロック、個人ではあんまり買いませんもんね。買いませんね、なかなか。ムムムガンチューないですもんね、はい、これと。いやー一味唐辛子もあるの。やー醤油、美味しそう。どうですか。もうあ大丈夫ですよ。美味しそう、美味しそう。いけますか。大丈夫かな。大丈夫そうです。もやし、豚もやし、うん、聞いたー、来たよー。登りは楽しいけどね。やっぱ赤稜なんかゆっくり歩くにはその谷とかね、森を見ながら。森に入れて、うん、ここしかない。こんな言われる。ここまでしかない。ね、なんか地道な。そうそう。で実際昔来た人はここでどうしてたんだろうなってやっぱ分かるようになりましたね。ああ、蒸したんですね。蒸した。大丈夫ですか。わお。はい。でこれで取ってポン酢で食べてください。はい、ポン酢で。ソースがかけてほんま。あ、これ、ほんま。何それ、これさっきの、あーわーそんなの、こんなになったの。これはアパレルソースかけたらうまいわ。写真撮っとかないの。ニンニクがありましたよね。料理したやつですよこれ。調理です。調理。いただきます。じゃあ、はい、ビールスターウォーズ公開されちゃいました。初日69億円です。金じゃないよ、金じゃ。うまーい。
お、過去最高らしいです。初日の興行収入が。そりゃそうでしょう。ILM。ところが美味しい。焼けてるところ、うん、ここが赤いでしょう。皆さんすいません。ジャブ。ソース割っていく。ジャブジャブ。むむむむ。うわ、うまい。言葉がないよ。うまいしか言えない。うまい以外の言葉がありますか？ないです。おはようございます。今の時刻は6時50分。ちょっと外を見てみようと思います。東の方から。東の方から。日が差し始めました。昨日はですね、2時前まで、起きてましてですね、いろんな話をしてました。楽しかったです。車もがっつり凍ってますけど、今体感的には0度、氷点下まではいってないような感じなんですけどね。はい、それでは、今日も一日頑張りたいと思います。昨日はあそこ、あの温泉、ん？どこだ？あ、ここだ。ここですね。で、この稜線を歩いて行きました。で、戻ってきたと。あそこが高岳、中岳、猫岳です。1年間お世話になりました。また来年もよろしくお願いします。